花嫁の連は、西日本旅客鉄道及び IR 石川鉄道が、七尾線と IR 石川鉄道線を直通運転する観光列車である。本項目では、花嫁の連をベースにした、西日本 JR バスの貸切バス、花嫁の連第2章についても記載する。和倉温泉駅の花嫁の連あたり列車は、2015年10月より実施する。 北陸デスティネーションキャンペーンに合わせて2015年10月3日より運行開始された。設定目的は同年3月14日の北陸新幹線延伸開業に伴う効果の最大化、持続、定着化、及び地域全体への効果の波及を図り、北陸を代表とする観光列車とするためである。また、当列車内では、 伝統工芸品の展示、北陸ならでは食の提供、天井サービスを行う。当列車の愛称となった花嫁のれは、娘の幸せを願って、嫁ぎ先に渡される嫁入り道具の一つであり、婚礼当日に花嫁は嫁ぎ先に下げられた銅のれをくぐり嫁入りする。石川県を中心とした旧、加賀藩の伝統文化である。また、 花嫁の恋に込められた女性の幸せを願う思いに、ちなんで、当列車の利用者に幸せになってほしいとの思いが、込められている。西日本旅客鉄道花嫁の恋4号、B 特急券、和倉温泉金沢座席は、全席普通車指定席で、特急列車として、IR 石川鉄道線金沢駅七尾線、和倉温泉駅間を、直通運転しに往復、日運行する。 土休日、多客機を中心に年間約150日の運行を行っている。なお、和倉温泉駅からは2015年4月29日より導入、運行されるのと、鉄道7尾線の新型観光列車、野戸里山里会合に接続し、穴水駅までの登の観光を楽しむことができる。花嫁の連のアテンダントとして、和倉温泉の旅館、 香がの社員一人と香がで研修を受けた乗務員二人が乗車して社内サービスを提供している。また列車で提供される料理は香がの総料理長が監修。スイーツは七尾市出身のパティシエ辻口博信が監修したオリジナルスイーツが提供される。各列車のサービスとして2号では和軽食セット1.3号では スイーツセット4号ではほろ良いセットが提供される。利用には乗車日の4日前までに食事券を JR 西日本、四国旅客鉄道、九州旅客鉄道の緑の窓口、もしくは北海道を除く全国の旅行会社のビュープラザを含むで購入しなければならない。購入には金沢7号、倉温泉館を通して乗車することが条件である。金沢駅白井駅7駅。 和倉温泉駅キハ48系2両を改造した専用車両を使用し、定員は52席である。デザインコンセプトは、和飛びのおもてなしをもとにしており、デザイン担当は、近畿日本鉄道、島風をデザインした山内陸、平及び井上昭治と山本俊二である。改造内容は、下記の通りである。北陸本線、 七尾線特急の乗車口の統一化に伴い、1号車と2号車の内装が最初に発表された、プレスリリース時と異なり入れ替わることになった。1号車2号車花嫁の連、第2章は、西日本 JR バスが2019年に導入した、貸切バスで、同年4月から運用している。列車の花嫁の連が、第1章に対して、バスが第2章と位置づけられている。 列車を運行していない、富山県や福井県への運用も予定している。花嫁のオレン、第2章車両は、夜行高速バス、グランドリームをベースにしており、デザインは、加賀友禅作家のマイデン・ケンジが手掛け、車両側面には、石川県のマスコットキャラクター、百万さんも描かれている。車両ナンバーは、花嫁のレンが発着する七尾市から、770。 定員は28人で3列シート。座席はクレードルシートを採用し、バス天井には生活味覚の群青の間をイメージした青色を配色している。また、各座席にコンセントを配置、トイレも完備している。原則として貸し切りでの運用であるが、2019年4月27日から同年5月6日までは、金沢、 和倉温泉間の高速乗り合いバスとして1日に往復で運用された。また、2019年9月1日から、金沢駅と桁大社を結ぶ無料のシャトレバスの運行を開始した。毎月1日に桁大社で行われる1日結びの際に運行され、途中明星時にも停車する。なお乗車には、事前に桁大社への申し込みが必要となる。ありがとうございます。